はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、皆さん大変大変お待たせいたしました。そして僕も大変楽しみにしておりました。僕のね、こちら、新居紹介でございます。まあ、まだ全然ね、物が置いてないんで声がすごい反響しちゃってると思うんですけれども、本当に広くて綺麗で すごくいい部屋です。楽しみにしておりました。いや、これはね、コーヒー撮影スタジオ作りがいがありますね。ほんといろんなアングルができると思います。で、まあ、先に紹介の前に経緯をお話しすると、僕カズマックス、今年の末2020年の12月で会社を退職いたしまして、まあ、コーヒー YouTuber カズマックスとして、独立をいたしました。で、それに合わせてね、今まで住んでいた京都から、地元の山梨に拠点を移しまして、こちらで、これから活動していくことになりました。で、本当は本格的な引っ越しは来月の末になるんで、今回は先行公開というか、僕も先に、家の準備とかね、手続きとかいろいろするために山梨に来たんで、軽く本当に何もない状態のこの新居をね、とりあえず見せていきたいと思います。はい、というわけで、こちらがカズマックスの新居でございます。ここが一番大きなお部屋で、撮影スペースになるところですね。これからここに棚とか、まあ、壁紙とかいろんなものを追加していって、僕だけのカズマックスのコーヒーワールドのね、撮影空間を作っていこうと思うんですけれども、本当に広いですよ今までのうちが 1K だったんですよね。それが、このうちは 2LDK です3倍以上でかくなってるんですよ。この部屋だけでね、今までの生活空間より広いんですよね。ほら、見てこれな。すごい照明ついてるんですよ。とりあえず、まあ、これじゃなくて、別のものを使いたいんで、一応外すことになると思うんですけどね。なんかね、すごいね、変わった部屋なんですよね。間取り的にも、この部屋から向こうに向けて3部屋、1、2、3、どんどんどんと続いてまして、あんまりね、2人以上とか、誰かとこう、共同生活をするみたいな感じには向かないかもしれないんですけど、僕みたいな YouTuber にとっては、本当にこういうのがすごく使いやすいんですね。だからこの物件に見せた時にもうここしかないと思って、ちょっと早めに抑えてしまいました。11月のうちにね、ここ契約しまして、家族とかにもかなり、ね、手伝ってもらいながら少しずつ準備を進めてまいりました。で、昨日カーテン と布団だけとりあえず買ってきて、なんとかまあ凍える夜を越せるかなってくらいに本当に最低限、準備をしたんですけども、もう全てこれからです。ちょっと楽しみですね。まあ、でも多分ね、ここは撮影スペースになるかな。壁紙貼って、なんかレンガとか貼って、棚置いたりとかして、まあちょっともうちょっとこっちかな。いろいろ調整していこうと思います。いや、でもマジで広い。これが嬉しすぎる。今までね、ほんと 1K のお部屋で、最低限に抑えていたけれども、とりあえず生活用品とかもあるし、あとはまあカメラですね。で、撮影キットに、背景だったりだとか、あとはコーヒー器具ですよ。もう本当にいろんなものを、一部屋 1K にね、収めていたんで、本当に撮影するスペースが限られていて、まあ、コーヒー器具も思ったより飾れなかったですし、もったいないなと思っていたんですよ。まあ、多分ね、僕一人で普通に生活するだけなら全然 1K でもいけるんですよ。だけどやっぱり YouTuber ですからね、僕は、まあ、2LDK 本当に大きいんですけど、撮影をするためにいい暮らしをしたいとかそういうんじゃなくて、シンプルにもう撮影スペースが欲しいとそういうことで今までね、広い家を求めていたんで、本当に理想の家が見つかりました。じゃあ次の部屋行きますか。はい、こちら、こちらが2つ目の部屋でございます。位置的には真ん中の部屋ですね。ここをとりあえず僕の寝室にしようと思ってます。とりあえずここにね、布団置いてあるんですけど、昨日ニトリで買ってきたやつで、ここに普通に無印の布団とか、ベッドとかを置こうと思ってます。これ来客用なんですけどね、とりあえず昨日なかったんでこれで寝かせていただきました。で、今後は、まあ、誰かが来てもこれに寝てもらおうかと思ってます。前にね、翔平くん、YouTuber の翔平くんが、京都の家に遊びに来てくれた時に、寝る場所なくて、仕方なくてソファーベッドで寝てもらったんですよ。すごく、申し訳ないね、ことをしてしまったんで、次は大丈夫だから、これ寝てもらうから、よろしくお願いします。お。はい。よいしょ、ここに来たら、ベッドが来ました。どちらでお待ちですか？とりあえず、今ここに布団置いちゃったんで、ここにお願いしたいんですけど。ここは分かりました。で、こちらくっつける感じですか？はい、お願いします。ちょっと玄関の曲がりが急ですね。そうですね、ちょっとね、ちょっといっぱい開いてくださいね。はい。なんてこった、搬入不可キャンセルです。布団、ベッド、キャンセルです
ちょっとこれからあのニトリとかなんかどっか行って買ってきます。まあ、いったら玄関が、ね、狭すぎて通りませんでした。というわけで、まあ、新居ですからね、こういうこともあります。はい、基本的には部屋はフローリング白いね、なんか板張りになっていて、壁も白が基本ですね。でこの辺にそうですね、筋トレ器具とかも置こうかなと思ってます。実家に置いてきた分もあるんで、それを置いたりだとか、京都から持ってくる分もいっぱいもあるかな。ベッド、筋トレ器具で、猫とか飼い出したらキャットタワーとか、まあ、置くかもしれないし、ここが、まあ、プライベートな生活空間になるのかな。で、ここに大きな収納が一つありまして、でさっきの部屋にも一個あったかな、同じような作りでクローゼット、ハンガーが付いてるのがあります。なんかここだけ見ると結構広いから、まあ、だったらね、壁紙とか無理やり貼って押し入れ収納じゃない、押し入れでカフェみたいな感じのスペース、ちょっと作れなくもなさそうなんですよね。ここに掃除さ、もう完全にリフォームみたいな感じにできなくも、まあ、ないけど、まあでも普通に収納として使った方が無難かな。さっきの辺のここにちょっと短めのテーブルでも置いて、ここでまあカウンターチェアとかで、まあ、朝ごはん食べてもいいかなと思うんですよね。ほぼカーテン開けて、はい、こちらが、キッチンというかダイニングでございます。冷蔵庫とブラインドだけとりあえず置いてあって、コンロとかね、引っ越しがまだなんで来てないです。レンジすらないんでね、ちょっと滞在期間中ご飯に困るんですけど、昔バイトしてた、まあ、ホットモットとかではお世話になろうかと思います。ただもう本当にこれまでキッチンも狭かったんで、料理もほとんどあの全然まともにできなかったですし、それ系の動画もね、まあ、上げられなかったので、まあ、今後ここを使うっていうのもありかなと思ってます。ここになんかテーブルでも置いて、なんかカウンターっぽくしてここにこう仕掛けてっていうのもありかなと。あとさっきちょっと見えてたかもしれないんですけどね、こちらすごい量の荷物が来ております。これからまあ組み立てて、スタジオのまあ機材にしていくつもりのものたちなんですけれども、とんでもない量が多い。まあこれ今日の午前中にね、大和さんと佐川さんに頑張ってもらって、これから僕が頑張らなきゃいけないんですけど、大丈夫かな。まあ工作が好きだからなんとかなるでしょう、あとね、嬉しいのがシンクが広くなったんですよ。料理するしないに関わらずね、本当に洗い物ってさ、やっぱりシンクの広さで決まるじゃないですか。いやー、広くなった。そしてお湯が出るようになったんですよ。前のね、お家お湯出ないんですよ。キッチンでお湯が使えないので、毎回油もんとかね、洗う時こっちでお湯沸かしてからさ、ここでかけなきゃいけなかったんですよ。もうすごい手間で、いやちょっとそれが解消されたんで、あ素敵。これだけでも引っ越した価値がある、嬉しい。よし。で、あと照明だ。今これで頑張ってるんですけど、今後他の部屋にもね、ペンダントライトとか、なんか間接照明とか、あのうちにあるようなやつもういくつかぶら下げたり置いたりとかして、またおしゃれな柔らかい空間にしたいと思っております。まあ僕がそもそもあんまり青い白い系の光が得意じゃなくて、なるべく柔らかなね、空気感の中で生活したいタイプなんで、あのうちね、普段薄っくらいんですよ。まあそんな感じにしたいかなと思ってます。でこちら洗面所です。こう開けるとよいしょ、はい、こんな感じになってますね。こっちがトイレで、開けると、はい、まあ、こんな感じになっております。ウォシュレットもついたんですよ。すごいね、グレードアップしました。でここが洗濯機で洗面台、まあ、ちょっとね、幅が狭いとか、洗面所自体はちょっとちっちゃいんですよ。ただこれまでのうちではね、洗面所自体なかったんです。風呂に備え付けのやつで、ちょこちょ こうお風呂入るために頭ぶつけるみたいな、そんなところだったんですよ。で必要最低限のコスメ類とかね、持ってきたんで、今後充実させていきたいと思っています。で、あのごめんなさい、あの岡田さんごめんなさい、これうちの母がね、持ってきてくれたんで、あのちょっと今だけあのコップに使わせてもらってます。すいません。ほんとすいません。おカフェの岡田さんカップです。で、こっちがそうです。お風呂もね、特に広くはないんですよ。ただ、洗面台がなくなったことによって、まあ、これまでより全然広く使えるようになったんで、本当にこれはありがたいですね。で、うちからあのシャワーヘッドをあの持ってきてつけました。かなり柔らかく頭とかね、顔とか洗えるやつで便利です。で、今ね、無印良品のあのボトルにいろんな自分が使っているシャンプーとかトリートメントが入れてきて、これを、はい、使っております。よいしょ。で、次は、あれか、シューズボックス、あれがね、ついたんですよ、新しく。今までのうちなかったんでね、ありがたい。あんま靴持ってるわけじゃないんですけど、まあ、今後ね、持つかもしれないし、お客さんがね、来た時とかも助かるんで。いや、そう、これからはね、人が呼べるんですよ、人が。
いや、今までの家ね、本当に狭すぎて、人を呼べなかったんですよ、まともに。一回目に翔平くんがね、あと高井さんか、も来たことがあったんですけど、もう、申し訳ないってレベルで、狭いんで、この広さを、ね、手に入れたことによって、まあ、今後、YouTuber さんとか、呼べたらなと思います。で、ここに、あ、そう、インターホンもついたんでね、僕、Amazon でめっちゃ注文するんですけど、これで、確認できるようになりました。はい、うちの中で、ね、ちょっと走れるくらいになりました。そのくらい本当に広いです。で、音とかもそこまで響かないらしくて、ちょっと防音になってるらしいです。少しぐらいの楽器ならいけるくらいの防音で、まあ、僕 YouTuber でベラベラ喋るんですけれども、まあ、中からも外からもそんなに気にしなくていいかなという感じです。はい、というわけで、まあ、こんな感じです。僕カズマックスの新しいお家、コーヒーワールドの新しいスタジオ予定地ですね。今後この空間を生かすか殺すか僕次第になりますんで、まだ何もないんでね、これから頑張っていきたいと思います。とりあえずこれでルームツアーは一旦終了にして、じゃあ僕は朝ごはんを食べます。はい、久しぶりに、コーヒー問屋さんのバリシンザを買ってきました。こいつを入れていきます。山梨に似た頃よく飲んでましたね。よいしょ。あしまった、計り忘れた。まあ、たまには目分量でいいでしょう。どんくらいかな。まあ長年ねコーヒー入れてますから、まあ大体わかりますよ、このぐらいね。ワンスプーン、スプーン、うん、多分このくらいでしょ。あ、さあ、記念すべき新居での初コーヒーでございます。100均の紙コップですかね。いただきます。あ、いい香り。お、あち、おいしい。なんか意外に濃さちょうど良かったかもしれないな。